たわわに実った美味しそうな桃実は今年初めて出荷される新品種の桃なんです名前は小牧ゴールド小牧市の山田俊博さんの果樹園では小牧ゴールドの木がおよそ50本植えられていて山田さんは手作業で一つずつ収穫していきましたこの小牧ゴールド、果肉がとろっとしていて糖度が高いのが特徴です 通常の桃よりも生産量はまだ少なく今年の出荷量はおよそ1200玉県内では JA 山直の2店舗で昨日から販売が始まりましたが事前の問い合わせも多く整理券を配るなどして対応しているということです。